はい、こんにちは。札幌占い巡査員の橋本です。今回、モデルさんの方ファンをかけたいということで、まずそこまで聞いているんですが、どんな感じにしたいとかありますか？なんか画像とかお持ちになりました？イメージの画像が、はい、あ、これがエロい感じですか？はい、大きめの、大きめのやつ。なんか髪の毛でこう癖とかは気になってますか？顔周りが、顔周りこの辺とかがクルクルってなっちゃうのが結構癖がありますね。その辺をちょっと取りながらかけれた方がいいかなと思います。で、これ雑誌の一部分のやつなんですけど、今撮ったやつですね。ちょっとなんとなくしか見えないと思います。緩くこうかかってる感じです。まあ、このような感じの、スタイルをちょっと作っていきたいなと思うんで、まずちょっとパーマをかけて、それからパーマをかけて、ちょっとこの顔周りとかは、ちょっとまあ宿毛じゃないんですけど、まあ、そんな感じにやりつつつけていきたいかなと思います。今日も、プレミアムロットを使って、かけていきたいと思います。ではやります。はい、こんにちは。札幌占い美容室早山柏の後藤です。昨日に続いて今日も、やっていくんですが、今日は下をちょっと切るんでね。あ、料金なんだっけ。はい、あ、そう、料金になるんで、テイクセニングっていうのは YouTube で見せたことないんですけど、まあ、その見せることできないですけど、テイクセニングをちょっと説明したいと思います。はい、よくテイクセニングって、いや、後で話します。で、あと何だっけ、色はよくあると思うんですけど、グラデーションカラーしたいけどブリーチしないとダメじゃないですか。で、そのブリーチをあんまりすると髪が傷んでしまうんじゃないかっていう方だったり、あんまりブリーチしてしまうと仕事で大丈夫かなとか、そういう方いらっしゃると思うんですね。ちょっとやってみたいけどでも勇気がないかなとか、そういう方のためにちょっと少ない量で、アルバイトがそれからあんまりできないっていうことで、ちょっと何気にでも普通のカラーじゃ多分グラデーションカラーできないんで、ちょっとブリーチを使います。それであんまり目立つけど目立たないみたいな、で縛っちゃえば分かんないよみたいな感じの、そんな感じの求めてる方いらっしゃると思うんで、その辺を今日はお伝えしていきたいなと思います。まず、カットから入っていきたいと思います。はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日はバッサリ切ります。モデルさんが、持ってきていただいた額長さというのが、もうショート並みの長さ。これ見えますかね？見えないか。結構短いですよね。がっつり切ります。このぐらい、見えないか。そう、この辺まで切るんで、中にインナーのブリーチがモデルさん綺麗に入っておりまして、でパーマーを今日はドライングパーマー、久々にドライングパーマーつけていこうかななんて思ってます。はい、大体そうです、2時間以内には終わるかなと。カットして1時間半から2時間ぐらいで終わるかなと思います。はい、そのような感じでやっていきます。では、
はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイヤマカシの後藤です。今日は、モデルさんブリーチを何回してんだっけ。6回ブリーチを6回ここから6回してて、でここの根元側はブリーチしてないということですね。ここブリーチしてなくて、ここからは毛先までは6回ブリーチしてるということです。これに少しパールグレージュの色を入れていきたいと、ちょっとトーンダウンしたいということですね。はい、でまずカラーして、それからカットをちょっとだけ、長さは変えないでニュアンスを変えるっていうようなカットをちょっとしていきたいと思うんで、その辺は後でちょっとやっていきます。とりあえずカラーから入っていきたいなと思うんで、ちょっとこの状態を一発で塗る方法ですね。結構難しいと思うんですね。根元のところのベース、それからここからブリーチ5回してるじゃないですか。そこの部分、これで統一させるのって非常に難しいと思うんで、そこをこう一発で、簡単に染める方法っていうのをちょっとやっていきたいと思います。はい、こんにちは。札幌占い美容室早山香志の後藤です。今日も、くのりさんの方をやっていこうと思うんですが、今日はどんな感じにしますか。明るい、はい、あのグレージュ系のカラーで、今2回ブリーチしてるんですよね、現在はね。ということで、ただなんか黒染めを、ちょっと暗い色を5月3ヶ月前にされたようなので、その割には結構色は抜けてるなと思うんですけど、それがちょっと今残ってて、本来はもうちょっと明るい色にしたらみたいなんで、トップのトップじゃないと、てっぺんのところの黒く伸びたところをブリーチのリタッチをしていきたいと思います。毛先はまあちょっと様子見て、濡らしてみないと分かんないので、あとでちょっと毛先つけたりするかもしれないですけど、まずリタッチをしてから色をのっけていきたいかと思います。根元が1回のブリーチだとちょっといけなそうなので、2回ぐらいする必要があるかなと思います。時間もないので急ぎます。